ありまして、パックでここで必ず切れるんですね。なのでこれを防ぐことはすごく重要なので、それを防ぐのはこういう弾む動作を事前にやったり、バックして前に行くっていう動作をウォーミングアップでやってるかどうかっていうのがすごく大事なので、これは子供たちも一緒で、何かウォーミングアップするときは後ろから前へっていう動作とか、こういう弾む動作をしっかりウォーミングアップでやるようにしてください。はい、まず次はですね、みんなの筋力がどれくらいあるかチェックするのをやっていきたいと思います。まず皆さん、今日一生は最初に足の力どれくらいあるかなっていうのを確認していきたいと思います。で、ちょっと確認する動作が、はい、下がって後ろにですね、ボロボロとひっくり返って、はい、そしたらこれをね、どういうのをやってるかというと、子供に
チェーンがちぎれたりしますので、このチェーンがちぎれないようにどこ行く、どこ行くっていうのを感じながら、で、ルールは一緒で、ルールは一緒、隣はなし、一個飛ばしの場所だけが OK。 いきます、頑張ってください。
次のやつをやります。なので勝てば勝つほど難しくないというのをやりたいと思います。
チャンネル登録もよろしくお願いします。